さあ、始まりました。ミルクサッカーアカデミーでございます。井上真央と申します。ノーミルク佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、これはもう何週目ですか。6週目7週目ぐらいに入りましたけども。なりました ね。よろしくお願いします。今日のテーマはもうお分かりの通り、何でしょう。台所事情シリーズいきましょう。シリーズきました。横浜 F マリノス編、よろしくお願いします。勉強させてください。じゃあいきましょう、うん、じゃあこちら、はい、ドン。ってことで、まずパッと見て、うん、どうでしょう真央さん。はい、そうですね。どうでしょう、サイドバックのこうなんていうんですか、ベテランがいないなっていうのとね。そうなんですよね、割とこう世代が空いてるなというか。そうなんです。ありますよね。ボランチもこう少ないんじゃないの、大丈夫なのみたいな。そうなんですよ。ということで、ね、ちょっと、まあ、細かく見て、人少ないんじゃないのっていう感じです。そうなんです。そんなことないでしょ。でもね、さあ、ということでちょっと見ていきますね。はいはいはい。まあ、色の説明を、まあ、パラッと、よろしくお願いします。はい、ゴールキーパーが赤、はあはあ、であとディフェンダーが濃いのが、センターバック、うん、で薄いのがサイドバック、はい、でオレンジ濃いのがボランチの、はい、守備目ですね、はい、で黄色というか、オレンジ薄いのが、オフェンシブな方。分かりやすいです。で緑濃いのが、うん、フォワードの真ん中目で、はい、サイド目も、うん、サイド目なものが黄緑となっております。いやもうね、選手がこの色で見えてますか最近ね。いや本当そうですよね。これでもう頭の中でパッと出てくるような感じ、ね、これスパイクとかこの色で分けてほしいぐらいですよね。分かりやすいですね、本当にね。誰がどこにいるのか分かりますからね。本当だ、確かに。ルールに投入していただきたい。勝手なこと言ってます。さあ、ということで参りましょう。はい、お願いします。まあ、まずゴールキーパーなんですが、はい、まあしばらくここはイクラ選手でしょうと、うん、でただその脇を控える、まあセカンドゴールキーパー陣は、ただやっぱ87年93年98年と、はい、まあ、大体5年おきぐらいでいるってところなんで、分かりやすいなこの表は。でもそうですよね。これはだから世代とポジションで分かるから、いくらいて、あと次の世代を、まあ、ベテランに入りかけのところ、はい、まあ、中堅に入りかけのところ、あとは若手っていうところで、まあ、争っていきますよっていう、はい、ここの関係性はいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なるほど。はい、で問題はですね、うん、まずセンターバックです、このチーム、はいはい、中澤、栗原、デシャン、チアゴ・マルティンス、畑中、西山といるんですが、うん、はい、これですね、はい、まさに記憶というか、もうそれこそお聞きになられている方もご記憶になられるかという話なんですが、はい、ドゥシャン、うん、チアゴ、畑中の3選手は、うん、今年の夏に加入したんですよね。はあ、なるほど。彼らがいなかったら、うん、あれセンターバックって3人しかいなかったのと。本当だ。でしかも、うん、大ベテランとベテランが上に2人いらっしゃるので、そう、温帯ですよね、はい、でリーグ戦出てない西山がいるってことなので、一体このチーム前半戦どうやってディフェンスやってたのかとなるんですよ、うん、まあ、よくよく考えたらね、今チャンピオンズリーグも出ているあのセルビア の、 あのレッドスターに所属しているあのミロシュ・デゲネク選手がもともとはいたので、まあ中澤デゲネクでやってたからよかったんですよね、とりあえずは。まあ、ただだから、まあ、誰か怪我すると怖いっていう状況ですね。今もちょっとそうですね。危ねえよって話なんですよ。なるほど。でしかも、まあ、あとちょっと後半またちらっと言うんですが、チアゴ・マルティンス選手は、うん、レンタルなんですよね、うん、ということで彼がもし帰っちゃった場合、ああ、センターバックどう考えてももう1枚2枚ないと、なるほど、シーズンを戦っていけないと。あ、じゃあここがまあ一つのまずは補強ポイントということですね。補強ポイントになります。データに基づいてこう世代で見ると分かりやすいですね。本当に分かりやすい。そしてデータマン先生、いや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 、はい、でも牛乳飲めないけど、いや次はもうデータ関係なく分かりやすくて、サイドバックが右左一人ずつしかいない。本当だ、いないですね。本当だ、松原、山中しかいないってので、まあ、これは先生どういうことでこんなになっちゃってるんですか。なんでこんなことになったんですかね、はあ、で結局は、ええ、例えば一平篠塚選手が、はい、基本的には彼はトップ下なんですが、うん、サイドミッドフィルダーだったり、まあ、ウイングだったりサイドバックをやることによってどうにかはなったんです。いろいろできんですね、これ。一平選手の色見るとね、まあ、そうなんです。器用な人ほどもうアフリカの国旗みたいになってますからね、どこかの国の。そうなんです、はい、あとここに一応色付けはしてないんですけど、ええ、実は遠藤啓太選手もサイドバックやらされたんですよね。であと木田選手もやらされて、あ、でもそりゃそうでしょ、誰かやんないとさっていう感じでしょ。そうなんですよ、うん、で彼らはただ本当に結構微妙にこうスポットでやった感じだったんですけど、はい、一平篠塚選手とあと山田選手に関しては、うん、かなりやらされたので、うん、なのでつけちゃいました。はい、もういいんじゃないか、青もう入れた方がいいなって、水色入れていいんじゃないかな、そういうことね、このミルキーな青をね入れていいんじゃないかということで
先生がね。なんでそれを考えるともうセンターバックがとかって話だけじゃなくて、なるほどですね、ディフェンダー全体として必要だなっていうところにはなってきますね。はい、わかりやすいです。もう、うん、僕が何か言う必要性もないでしょう。どう考えても必要だ。来シーズンは絶対ここに補強が入ってくるんじゃないかと。そうですね。あとこの収録サイドバックのじゃあベテランの選手とかも一人二人入ってくる。ですね、そこに関してはもともとやっぱり 夏までは、はい、ゼフユナイテッド千葉に移籍しちゃったんですけど、うんうん、下平匠選手がいたんですよ、はい、でそこが移籍しちゃったのでいわゆる山中に任せようって、はい、でただそこもやっぱり裏があってもともと夏に山中選手に関しては、はい、トルコへの移籍の話が持ち上がっていたんですよ。そうなんですか。ちょうどね今日この今収録してる今日ダゾーンもフランスリーグアンとあとトルコのリーグに関して の放映権独占で取得したよっていうニュースも流れたんですが、そのトルコに山中選手移籍の可能性があったんですよ。でそれを山中選手は誇示したんですね。はあ、断った、はい、断ったからよしじゃあ、うん、体力的にもというか怪我もしないし、うん、よし行けるってことで下平バイバイみたいな感じになっちゃったんですよね。あらまあ、で怪我もしないしってそんなそうですか、しなかったわけですけど。いやしました。したあしました。あそっか。で下から一平選手が左サイドバックやったりもしたんですけど、なるほどなるほど、まあ、ただすぐ戻ってきたりだとかってことでほぼほぼ彼らでやり通せちゃったんですね、うん、結果論で言えば、うんうんうん、ただ来年も何かがあってしまったらで考えたらどう考えても1枚必要だなっていうところがありますね。はい、そこは補強してくるんだろうというね、はい、勉強になります。はい、ちなみに先生が監督 GM だったら誰、どこの誰、初瀬ガンバの初瀬選手。あなるほどなるほど、迷いなかった、すぐ出てくる、ね、迷いないです。なぜかといったら、はいはい、おそらくこのメンバー構成から考えても、うんうん、まあ、あとまだねフォワードのこと話してないですけど、うん、攻撃の方に人割きたいんじゃないんですか、どうやら。おなるほど、多分ね。ってことを考えると、リソースはそっちにかけときたいと。そうなんです、はい、でそれで考えたらやっぱり両サイドバックできる選手ってのが欲しいんじゃないのかな。どっちもできますもんね、初瀬選手ね、はい、ってことを考えると、なるほど、初瀬はかなり適してるんじゃないのかなと思います。あ、なるほど、わかりました。これ面白いですね、はい、これいつまでも話してただ 15分ではないですね。もう半分来ちゃったから聞いてもらえなくなっちゃうから。そうなんです、できれば皆さんに、ね、聞いていただきたいんで、すいません。はい、ということで初めて聞いていただいた方ありがとうございますね。はい、ということで中盤から前行きましょう。はい、お願いします。でここもまた問題でですね、はい、守備的ミッドフィルダーが1名、でセントラルミッドフィルダーが3名いるんですが、はい、そうですね、はい、で1人がただ久保建英選手こっちに入れている状態なので、はい、ちょっとまあカリスマ的なニュアンスもあるんですか。そうですね、もうどっかに戻っちゃうみたいなね東京戻っちゃうとは思うの で、はい、でまあ、来年夏それこそまたどっかに移籍とかね、18歳になるんで移籍解禁になるんで、うん、なるほど、それを考えれば久保建英選手いない可能性でいくと、うん、やっぱりボランチ守備的なミッドフィルダーも3人しかいないよと、はい、これも成り立たないでしょ。木田、小原、中町、はい、その選手の3選手3選手でやると、うん、でまただから何かあったらよし一平頼むみたいな感じになるので器用な選手にね、いやさすがすごいなと思いますけど、なんで今シーズンの後半はじゃあ責任感でみんな頑張ってきたみたいなところあるんですね。はい、で次今度攻撃的ミッドフィルダーなんですが、はい、まあ、ひとまずここに一平選手入れましたけど、はい、まあ、大津選手がまあウイングから変わって、まあ、今年はねインサイドハーフをやるケースが多いのでこちらに配してるんですが、はいはい、そうなんですよね、先生に前ご解説いただきましたけど、そうなんです、今はもうインサイドハーフの右が大津、左が天野っていうのが基本セットハードワーカーってことでしょ、なってます、うん、なってますね、はい、で今度そこをあとトップ下型のまあ吉尾選手とか堀井選手ってまあ若手組がいるので、はいはい、まあ、ここら辺が今後追っていく形にはなると思うんですが、うんうん、やっぱり主力で活躍したでいくとサイドバックから含めてですが、山中、松原、木田、大木原、はい、で大津、天野でそれらを全部補完する一平篠塚っていうところで、はい、ほぼ5ポジションを6人で回してたような状態なんですよね、6人7人か、なるほど、はい、なのでちょっとさすがにやっぱ人数的にも足らないし、1人2人なんかあったらやばいので、うん、やっぱり1人2人ここら辺、まあ、センターバック含めて、まあ、加入させる必要性はあるんじゃないのかなというところですね。させるだろうという読みも。そうですね、はあ、はい、誰が欲しいですか先生、先生だったら、まあ、サイドバックさっきのね長谷選手言いましたけど、はい、ここ問題なのがセントラルミッドフィルダーとか守備的ミッドフィルダーだと思うんですよ、はあはあはあ、本当だったら欲しい選手はいるんですよ、はあはあ、どこの誰、まあ、落ちちゃった場合と定義するしかないんですが、はい、柏レイソルの小泉圭選手おが敵に役であろうと合ってると思いますね。なるほど、はい、まだでも柏に残る可能性、柏がね残る可能性も全然ありますから、もちろんもちろんもちろん、はい、なるほど、はい、わかりました、はい、そして最後、うん、フォワードのゾーン行こうと思うんですが、うん、
まあ、バランスとしてはいいと思うんですよね、はい、やっぱりセンターフォワードとして、まあ、ウーゴ選手と、まあ、伊藤翔選手がいて、うん、でサイドのところを、まあ、ユン・イルロク選手、ブマール、オリビエ・ブマール選手、うん、そして遠藤啓太選手が基本的には、まあ、になってきて、ここはバランスいいですね。そうなんですよ、はい、で右が基本的に、まあ、中川選手と、まあ、ブマール選手があって、で左を、まあ、ユン・イルロク選手と遠藤啓太選手が担ってたりすることがあるんですが、うん、はい、まあバランスとしてはかなりいいと思うんです、はい、世代間のバランスもいいですし、ね、どっちもできる選手もいるし、そうなんです、うん、なんでここは特にいじる必要性はないかなと思うんですが、はいはい、唯一言えばウーゴ・ビエイラ選手がどうやらこのシーズンの末で退団しそうだと。あ、そうなんですか、はい、ハラマということで考えるとセンターフォワードが1枚不足するんですね、うん、そうか、うん、計算の立つ世代の、そうですね、そこを選手1人誰か取らなきゃいけなくなるのかなというところ、全体まとめると現状で考えてしまったらリーグ戦をこう34試合戦っていくのに対しての絶対数が単純に不足している状態になります、うん、そうですよね、そう見えますよね、他のクラブに比べるとね、はい、今までの、そうなんです、はい、それでいてこういうビッグクラブでありながらレンタルでさらにそのチアゴ・マルチン選手と、はい、久保建英選手がいて、そうだよね、現状書いてる段階でもこう足りなく見えるってことはね、そうです、でが出ていっちゃう可能性が高くて、はい、でウーゴ選手も退団の可能性が高いと、うん、で特にあと、まあ、下目の選手、年齢が下目な選手がやっぱり多くて、はい、まだやっぱりシーズンフルで使うっていう状況にはないと思うので、はい、で考えると、うん、いわゆる中堅以上のところ、うん、での選手がやっぱり絶対数が単純に不足してる、なるほどなるほど、そして、サイドバック、ボランチ、うん、そしてセンターフォワードのところは、まあ、伊藤翔選手とか荻原選手とか山田選手ですね、はい、彼らのところは彼らが怪我してしまったりなんとかしたら替えが効かない、 そうね、はい、そこが今大きな問題となっているよと。でもこれ補強するでしょ、なんかルバンも調子良かったし、そうです ね、ここはもう補強するしかない、お金はだってあるでしょ、マリノスはあるで、まあ本当単純に言えばなんですけど、はい、さっき誰が必要とか誰が必要とか言いましたけど、はいはいはい、そんなこと関係なく、ある程度使えるやつ5人ぐらい用意しろっていう状態にはなると思いますよ先生、 なるほどだって足りないもん、うん、そうですね、だからもう大幅にメンバーが新しいメンバーが入ってくることは間違いないっていうことです ね、 そうですね、マリノスはね、そうしない、うん、まあね、それでもやってのける海外にはトッテナムホットステップ、はい、ホットスパーズっていう、はいはい、少ない人数ながらプレミアの上位に位置するっていう、少ないのホットってなんて、はい、実力者たちで構成されてますけど、怪我したらもう後ろは誰もいないんだぞっていう、それっていうのはやっぱりその年俸の関係とかでそういうところに一点集中で買い集めて使ってるっていう、そうです、マネジメントなの、はい、でだからプレミア市場、ね、今年のスタートなんてプレミア市場初めて、はい、誰も出ていかず誰も取らずっていう、おおすごい、なんかどこでもそんなことねえぞっていうことをやってのけたんですよ、でしかもあの順位だもんね、上位にいるもんね、そうなんです、でしかも今年はワールドカップがあったので、はあ、だいぶね、はあはあはあ、みんな決勝とか準決勝出てたので主力陣開幕戦いないんですよ、はい、それで今トップ6の中にいたりするので素晴らしいですね、意味わかんないです、はい、はい、まあそんなところですね、はい、はい、ということで次回は、うん、湘南ベルマレ編もお伝えできればと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします、今日もありがとうございました、勉強になりました、ありがとうございました、マリノス見るのが楽しくなると思いますんでね、本当に、はい、来年どうなるか皆さんご期待ください、はい、ありがとうございます、楽しかったです、どうも。